なんとか借金の支払いを伸ばしてもらったが、返せる当てが思い当たらん。奴らの嫌がらせのせいで仕事が来ねえ。くそ、手の打ちようがねえ。せっかく夏たちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとして切り盛りしてくれてたみたいです。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼がなきゃ。よし、サンキュー。そう、おう。まずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいで信用ガタ落ちみたい。行方不明の人を探せばいいのね。その依頼、私も行きます。ウェンディ、大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか、ウェンディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか。ウェンディ、家に戻ってもいい？7年空けたままになってるし。頑張ってね。Thank you.
が開かない。お、張り紙だ。なになに？7年分の家賃を払うまで入れません。大家より。いやー、7年分そんな大金払えないよ。ルーシーさんもでしたか。え、ウェンディも？フェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルズも全額払わされました。足りない分は負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。え、大変だよナイツ。お、ハッピー、今日からルーシーかな。金庫盗まれちゃった。魚買うお金もないよ。なんだって。よく探したのか。うん、隅々まで探したけどどこにもないんだ。ルーシー、さっきの話なしな。別にいいけど。ギルドも私たちも一文無しですね。早く依頼を達成して食費だけでも稼ぎましょう。そうね。行くかな。よし、ここだ。依頼書によるとここが消息を絶った場所ね。行方不明になったやつを探して連れて帰ればいいんだろう。楽勝だぜハッピー。どっちが早く見つけられるか勝負だ。アイサー、ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みましょう。あいつら聞いてないわよ。行きましょう。Thank you.
ちょっと。あれ、人が襲われてる。依頼にあった方かもしれません。助けに行きましょう。強そうな奴らじゃねえか。燃えてきた。ありがとう、助かったよ。あえっと、安心したら痛みが。怪我を見せてください。私が治療します。ああ、痛みが引いていく。お嬢ちゃん、こんなに若いのに治癒魔法を使えるのか。ところでオタクラ、どこのギルドなんだ。フェアリーテイルだ。アリーテイル、聞いたことないな。新しいギルドなのか。フィオーレで知らない人はいないギルドだったのに。さて次は。これで初仕事は完了ね。ウェンディ、お役に立てたようでよかったです。また誘ってください。早くお家に戻れるといいわね、ルーシー。あ、家賃のこと忘れてた。これじゃ全然足りないよ。次行こうぜ。次仕事こなしてりゃギルドの家賃もなんとかなるって。Thank you.
密輸組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺もかませてもらおう。ああ横取りする気か。そうは言ってねえだろうが。7年前その組織を追ってたんだよ。まだやってやがったか。何か因縁があるのね。いいわ、一緒に行きましょう。いいのかよルシー、お前の取り分がなくなるぞ。なんで私の分なのよ。俺の分はいい、お前らにやるよ。頑張ってね。行き先は…よし。何？ん？グレイ、依頼のあった密輸組織とは何かあったの？取引現場を襲撃して組織を壊滅させた。ただそれだけのことだ。あいつらもう二度とやらないと言っておきながら、また密輸に手を出すとはな。悪いやつなんでしょ？もう一度懲らしめなきゃ。ああそうだな、わかるまで付き合ってやればいい。ここにしましょう。行き先は、行き先は、よし。うん。
くぞ。ありがとう。どこ行くかな。あいつだ。あいつで間違いない。グレイ、本当にやっちゃっていいんだな。ん、なあ、思いっきりやってやれ。あの時の誓いを思い出させてやるんだ。そこまでだ。観念しろ。お前はグレイ。7年前に死んだはずじゃ。そう簡単に死ぬかよ。それよりお前、なんでまた密輸なんて始めた。懲りたんじゃなかったか。それはお前が死んだと思って。はあ、それがどう関係すんだよ。まさか俺がいないから好き勝手できるって。違う。そうじゃないんだ。捕まった後、足を洗って農家を始めたんだよ。事業はうまくいき、俺らは本当の家族のようになった。この幸せもお前のおかげだと報告しに行こうとしたが、私たちが天狼島で消えて目を覚ましてくれたあんたの恩に報いたいと思って資材を投じて捜索隊を送ったが見つからず、やがて金が尽きて。バカ野郎、それでまた密輸に手を出したっていうのかよ。こいつらはお前の家族なんだろう。なら守ってやれよ。悪の道に導くなどマスター失格だ。グレイ、まあお前らの気持ちは嬉しいけどよ。大丈夫だろう。あいつらは悪い人間じゃない。うん、そうだね。私もそう思う。これにて一件落着。それじゃあ俺は次の仕事に向かうわ。何かあったら呼んでくれ。あら
よし。ルーシー、ごめんなさい。え？よし。帰ってきたぞ。強盗か、ひでえことしやがる。手紙や荷物を楽しみに待っている人がいるのに許せない。大変なことになっているようだな。私も同行しよう。エルザ、これってエルザが出るほどの事件なの？これには私の、いや、何でもない。悪事は見過ごせない。ただそれだけだ。敵は小規模ながら闇ギルドの連中だ。気を抜くと痛い目を見るぞ。7年間のブランクが怖いところね。でもエルザがいるから心配いらないかも。魔導士相手なら手加減はいらねえな。ようやく本気が出せる。あんたはいつも全力でしょうが。はあ、弁償で赤字にならないといいけど。ルーシーはいつも心配性だな。行くかな。よし、ここだ。注意して進め。あら。
決戦。燃えてきたぞ。行くぞ。見つけたぞ、私の可愛い石。もとい、郵便物は返してもらうぞ。可愛い石？お前らみたいな闇ギルドには容赦しねえ。行くぞ。ナイツ、やっちゃえ。よし。よっしゃ、行っちゃ行くか。よっしゃ、行っちゃいくか。ルーシー一撃だ。よし、カリューの絶対カズ天輪の鎧アンブついたな。郵便物は全部無事よ。あれ、エルザ、それって、え、ああ、これか。これは私、中身は大丈夫？壊れてたりしない？問題ない。幸い壊れやすいものではないんだ。あれ、エルザ、
つが破けてるよ。穴からなんかこぼれてる。下着？これは確かに下着だが、決して可愛い下着ではないぞ。ただの下着だ。ああ、それが可愛いし。よし。すべて持ち主に届いたようだ。よかった。郵便物には高価なものやこの世に一つしかない思い出の品だってあるから。それに届いた時の感動ったらないわよね。自分で注文して何が届くか分かっていても。そうだな。私もこの仕事を達成できて嬉しく思う。オイラには何も届いてないよ。ハッピーには今度俺が魚を送ってやるよ。郵便って幸せを運ぶんだね。あんたたち同じ家に住んでるんでしょうが。私、ギルドに来た理由って父親を探してなんだよね。そりゃ初耳だな。そういうことはあれか、お前の親父さんはフェアリーテイルにいたのか。うん、ギルダーツなんだ。ええー、いろいろあってずっと言えなかったんだけど。ちょっと待て、お前。うん、受け入れがたいよね。誰の子なんだ。サラ、ナオミ、クレア、フィーナ、マリー、イライザー、いや、髪の色が違う。エマ、ライラ、ジン、シドニー、ミシェル、ステファニー。ロッサン、どんだけ女作ってんだよ。わかった、シルビアだな。そっくりだぜ、性別とか。もう腹立つ。こんなしょうもない女たらしが親父だなんて。とにかくそういうことだから、それだけ。待てって。私が言いたかったのはそれだけ。別に家族になろうとかそういうのじゃないから。今まで通りで構わ。コーネリアの子だ、間違いねえ。話せよ。なんで今まで黙ってたんだ。言い出しづらかったんだ。そんなこんなで今頃になっちまったのさ。コーネリアは俺が唯一愛した女だ。結婚したのもコーネリアだけさ。仕事ばかりの俺に愛想を尽かして出て行ったのが18年前。風の頼りで行っちまったことは知ってたが、子供がいたなんて。つまりお前に気づいてやれなかった。いいよ、わざとバレないようにしてたの私だし。勝手で悪いけどさ、私はこれで胸の使いが取れた。こんなに近くに娘がいたのに。よせって。
責任取れとかそういうつもりで話したんじゃないんだ。いつも通りでいいよ。ただ一回だけ言わせて。会えてよかったよお父さん。かな、もう寂しい思いはさせねえ。二度とさせねえ。これからは仕事に行くのも酒飲むのもずっと一緒にいてやる。それはちょっとうざいかな。だから俺にお前を愛する資格をくれ。お父さんか。帰ったら久しぶりに会ってみようかな。稼いだけどギルドの借金はおろか7年分の家賃にもならないよ。7年か、想像以上に長いんだな。いろいろ変わってたし、みんなも強くなってた。私7年も連絡してないってことになるんだよね。心配してるだろうな。お父さんに会いに行こうかな。私お父さんに会いたいって思ったの初めてかも。重度ハートフィリアという人を探してるんですが。大変お伝えづらいのですが、重度さんは一月前に亡くなられました。本当にお気の毒です。大丈夫ルーシー。うん、ちょっとお父さんのこと驚いちゃって。2ヶ月前、いや違うか、もう7年経ってるんだったね。あの時明かり輪でお父さんに会ったのが最後。私小さい頃からずっとお父さんのこと好きじゃなかったんだ。その上ファントムの件もあったしね。ルーシーがさらわれた時だね。でもアカリファの事件があって、これから私とお父さんとの関係が変わりそうな気がしてた。過労で体を壊しちゃうなんてあの人らしいな。なんでだろう、悲しいのに寂しいのに涙が出ないんだ。やっぱり私お父さんのこと。それは違うぞ。うまく言えねえけど、涙が出るとか出ねえとかそんなことじゃねえと思うぞ。うん、ありがとう。本当、私は意外と大丈夫だから。大家さん？私の部屋。使ってなかったのに綺麗。
私の誕生日。お父さん、覚えててくれた。ルーシーは？ありがとう。よし。ありがとう。